臨休寺は、京都市左京区修学院にある臨在集計の、単立寺院。三号は、生命山。本尊は、青観音菩薩。修学院離宮の中、お茶屋に隣接する。音は御所とも称する。この地にはもともと、御水の上皇の第一王女梅宮文治女王が、開いた延唱寺があった。同時は移転して、現在は、奈良市にある。 明暦二年から万治三年にかけて修学院離宮が営まれたが、ご水ずのお上皇は、漢文八年頃、第八王女主偶市皇子内親王のために、離宮の隣接地であり、かつて主偶の姉である、文佐都市女王の窓か寺師寺があった、この地に山荘を建てた。この建物が、現在の修学院離宮、中御茶屋の落田田県である。遠方六年、東福門院の死去に伴い、 その御所の奥御対面所と御茶の間が移築され、客殿となった。遠方八年、御水の上皇が没すると内親王は出家して、昭山本陽と称し、山僧を寺に改め臨休寺と号した。寺は、臨休寺宮とも、音阿御所とも呼ばれた。宮は、教皇十二年に没したが、その後も、皇族の王女、王女が入寺して、二門関となり、多くの寺料も与えられた。 明治初期には衰退して一時期天竜寺から南宋が入寺したが、明治17年落田田県を含む時期の約半分が皇室に返還されて修学院離宮の一部、中五茶屋となり、寺は再び天寺となった。書院、本堂、海山堂、東島などが立ち、江戸時代の地線鑑賞式庭園がある。隣接する修学院離宮、 中五茶屋の落田,田県と客電は元臨急寺の一部であった。京都府京都市左京区修学院林の脇、京都市 A バス修学院理休堂下車徒歩20分。ただし、非公開寺院につき、配管は不可。ありがとうございます。